ショイリングは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、マチソンで、プリットリヒング行政共同体を構成する、自治体の一つである。ショイリングは、ミュンヘン地方に位置する。この町は、公式には四つの地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落は、クビユーのショイリングのみである。ショイリングは、 バイエルン選定公領のミュンヘン会計局及びランツベルク地方裁判所に属した。ショイリングは1130年のバイエルン公派員リヒ救世の文書にサイリン、またはシーリンとして初めて記録されている。しかし、これよりも古い定住の証拠が残されている。集落の南西、ベスターホルツに丘陵母軍がある。 これらは、紀元前750年から450年の春した時にこの地で入植が行われたことを示している。1904年の発掘では、当時の陶器製の鉢、武器、バグなどが見つかっている。ルートビヒケーケン王の地聖下で、ショイリング周辺の地域はベルフェン家の所領となった。1169年にこの所領は、ホーエンシュタウフェン家に移された。 1386年にこの地域は、シュテファン三世とヨハン二世の所有となったが、1387年に、十分の一税徴税権は、シェフトラルン修道院に寄贈された。ハルテンベルクやリヒテンベルクといった集落も豊かな歴史を有している。集落名にちなんで名付けられた戦闘や、城塞あるいは選定校の上官があった。連邦統計局によれば、 2005年12月31日、の人口は1815人。2005年12月31日、の人口は1890人であった。町長は、コンラート・マイステルルである。図柄、運慶の分割線で緑地と近似に、斜めに分割。それぞれ反対側の字色で十字が描かれている。ありがとうございます。